インパクトの音が、はい、あー、はい、確かに全然違いますね、はい、僕は、はい、そうそうそう、高くあなた、お前はい、こんにちは。こんにちは。今日はワッタさんとコラボ動画撮影してます。で今日は、バックフリックを、ワッタさんに教えるっていう、こう押し付けてみるっていうコーナー、はい、やらないっすよ、バックフリックなんて。ですよね、なんか、はい、いつも動画見てると、お前がストップチキータ、はい、っていう印象なんで、はい、でまあ、ミカコーチバックフリックもボーンってやるっぽいなはいはい、はい、ちょっとそれを体感してみて、何か、はい、あの伝わるものがあればと思って、はい、やってみようと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。大志のフリックっていうのは少ないですよね。そうですよね、はい、でも、まあ、なんかそれこそ1試合の中で1本とかでも見せれれば面白いよなとは思うんですけど、はいはい、何せ練習したことないんで、はいはい、いつもチキータでやるんだけども、 パチンでフリックでいたら多分相手予想外なのでびっくりしたりとか、はい、それで流れ変わるとき、はい、タイムと似てるような感じになるので、はいはいはい、うん、それでそれとしても使えると思うし、持ってたら損はないと思います。間違いないです。レッスンとかでも教えれるんで、はいはい、じゃあ、はい、いきます。基本はストップ出してもらって、あ、そうです、はい、はい、基本あんまり切れてないボールなので、はい、切れてたらフリックスマッシュあんまりできないので、まあこっちかこっちか、あ、そうです、そうです、はい、だから切れてないボールに対して、あの、ちょっとこう入れるんじゃなくて、もうフリックスマッシュみたいな感じで気持ちいい、はいはいはい、わかりました、はい、で、あの、気をつけるところはネットと最初の角度なんですけど、はい、多分チキッタやるともうちょっと若干かぶせ気味になると思うんですけど、はい、同じような角度で入ると多分スマッシュフリックができないので、はい、面を少し上げる感じで、はい、あのネイトとほぼ平行になるような感じで、で自分はできるだけ低めにする、はい、で近いところまで行って待って、ボールが頂点のところまで上がったら、はい、瞬間的に叩くで小さく、はい、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 わかりました、はい、癖でこういっちゃいそうな気は、はい、私はちょっと頑張ってます、はい、じゃあやってみましょう。で今はラケットの位置も少し高いので、はい、もうちょっと低め、はい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 、低めでネット台にギリギリで上がってきたボール、はい、瞬間的に手首を使って手首で溜めて、手首で腕でっていうよりもここのイメージで、はい、そうです、あ、はい、あ、うまい、お、あ、そうです、そうです、お、今ラケットの位置高いです、あ、なるほどなるほど、無意識上がっちゃうな、そうです、低めにね、上げて、若干かぶせ気味なので、はい、もうちょっと上げると、まだこういってますか、もうちょっと広く出ます、やっぱもう、こう普段行くから、はい、そうです、そうです、うん、無意識だな、若干ね、少し広げて、はい、あ、おー、うまい、うまい、手首だけ、そう、もうちょっとだけ手首ひねると、はい、もうちょっといいボールが出ます、おー、うまい、お、すごい、できた、そう、これ多分相手がナックル系のサーブを切ってきたときに、あ、チキータ、ただまあ利用されるパターンあるんですけど、はいはいはい、パチンでフリップだと、あの、ボールが沈む、はい、ね、ナックル気味に打ちますよね、一発で決まるパターンも結構あるんですよ、はいはいはい、ラケットとボールの距離もそんなに取ってないので、はい、すごいリスクはあるわけでもないので、はいはいはい、結構使います、今軽いラケット位置高くなりました、あー難しい、イベント2つね、そうですね、あの、ラケットの位置低めと、うん、ラケットの面を上げる感じ、はい、で、ね、頂点のところで絡む、一瞬で、はめて絡む、はい、で、ボール触る瞬間終わらせる感じに持っていかない感じ、わかりました、わかりました、もう当てたら止めるぐらいのイメージ、そうです、低くね、あ、そうだそう、ボール高くなったところで、あ、そうです、はい、あ、ナイス、はい、少し良くなったと思う、はい、はい、じゃあ今少しだけちょっとだけ交代してやりましょう、
はい、あの私一回ちょっと見本を見せます。はいはいはい、わかりました。バタさんの手首のパワー絶対私より強いと思う。で、多分やったボールは私の方が威力出ると思うので。なるほどね。優しくないか、僕あんまり力が出てるから伝わってない。はい、今ぐらいのイメージで。はい。はい、ああ。低めにして。あ、一瞬ね。インパクトの音が。はい、ああ、確かに全然違いますよ、はい、ボールを叩いてるような感じ。今、和田さんがやってるのは、ただチキータ少女やるから、はい、あの最初、ラケットの位置、ちょっと若干高めで、少し寝てる感じで、ちょっと一回真似します。はい、今、少しだけこういう感じで入れてて、はいはい、瞬間、ちょっと流れてる感じ。そうですね、そうですね。だから瞬間的に、あの一瞬で手首のところを溜めたパワーの最大限のパワーを出す。はい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 、のが、あの、フリックスマッシュなので、はいはいはい、本当それまでに全部リラックスしてて、弾くっていうか、一瞬、この音が出るといいです。なるほどなるほど。あ、はい、わかりましたわかりました、それですね、はい、はい、もう今もう、ミスターみたいなのを下ろしますね。はい、できます。はい、あ、そうですそうです、低めにして。あ、高い、はい、もうちょっとね。あ、はい、あ、今の今のそう、ちょっとオーバーするような勢いで、うん、パチッ。そうですね、あんまり多分ここであのインパクト出したことないんで、はいはい、怖いなっていうのはあるんですけど、はい、いい時でバチンっていけてます。あ、そうですそうです、いい時はまず音は出ます。なるほど、うまい。待って、ここ先の方がいい、いけてない。マジか、はい、そうそうそう、ね、ここで少しこうね、滑らかに、まあ、ちょっとリラックスしている状態で一瞬で加える、リラックスして、あ、今の今のすごいです。リラックスして、で、バックスイングの時あんまり力が入ってない。あ、入っちゃったらもうリラックス絶対出ないので、はいはいはい、リラックスしている状態で、ほんと一瞬だけ低めにして、目出して一瞬だけ、はいはいはい、高く上がった、うまい、ナイス。普段めちゃくちゃ力入ってるんだな、はい、チキータの時こうなんか力入っちゃってるなって感じますね、はいはいはい、ナックルサーブ出してくるんですよね。そうそう、でその時やっぱチキータとかフォアでこうやったり、うん、時でこういう感じでパーン、まだプレッシャーを与える。そうですね、はい、はい、これちょっと基礎かに練習しておこうかなというふうに、はい、そうですね、はい、思うんで、はい、はい、ということで、ワッタさんとのコラボ動画を撮らせていただきました。まずお二人とも試合お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、もう裏で見てたんですけども、すごいラリーばっかりでね、まあ、ぜひね、試合動画の方もね、あのお互いのチャンネルで上げてると思うので、あの概要欄にリンク載せていくので、ぜひご確認ください。で、あとはミカコーチのバックフリックのレッスン、はい、ちょっと新感覚だったんじゃないかなと。そうそう、やったことないだったんで、いや面白いなと思ってね、ああいう普段みんながやらないようなものをちょっとやりたいなっていう気持ちになりましたね。みんながあまりやらない分は割と大志の方にも効くんじゃないかなと思います。はい、はいはい、そんな感じで、はい、コラボ動画させていただいていただきました。この動画が良かったらチャンネル登録、運動ボタンよろしくお願いします。せーの、再見。リーリン卓球は神奈川県相模原市の卓球場です。中国の元プロ選手が練習します。子供と大人の教室があって、初心者の方も歓迎です。ご来店お待ちしています。この動画が良かったら、あ、じゃあ場所違うじゃん、良かったら、こっちからチャンネル登録、チャンネル登録、よろしくお願いします。OK。和田さんと一緒によろしくお願いします。はい、わかりました。なんか合わせますよ、頑張って。じゃあ、いきます。はい。はい、ということで、和田さんとのコラボ動画を撮らせていただきました。せーの。再見。はい、じゃあ、これで最後も聞いてないです。全然わからない。再見。ご視聴ありがとうございます。動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。じゃじゃー。